読売中高生新聞プレゼンツ実録レコメンレスな事件簿いいこの時間はリスナーの皆さんから目の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅井優香が聞き込み取材をしていきます紹介した事件は厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、さらにネタを紹介された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたしますいいな しますね。す皆さん、さあ今日もですね。タレコみを紹介してください。はい、今週は東京タラジオネームゆっかねん。おしさんからの情報です。ええー、やった。身の回りで起きた事件。あ 目の前で起きた事件は僕が日直の時教室の鍵をなくしてしまったことですいくら探しても出てこなかったので担任の先生に正直に話すと始末書を書いて新しい鍵を作ってくれましたしかもその鍵を作る料金は先生の給料から差し控えたらしく本当に申し訳ないことをしてしまったと反省していたんですが先日あれだけ探しても出てこなかった鍵が僕のバッグから出てきました一生秘密にしようと思いますはい これはね、これ先生の給料から引かれるの。うん、あ、そうねう、仕組みなんですね。じゃ、じゃあ、じゃ早速ね、ラジオネームゆっかねんおし話を聞かせてください。もしもし。はい。こんばんゆっかねん。んこんばんゆっかね。こんばんは。<laughs> こっちがこんばんゆっかねんさんのにね、ね<え>あの、ゆっかねんが、こんばんはって言われ、ちょっと恥ずかしいよね。<laughs> さあ、えー、今おいくつ?えー。え、十七歳です。高校二年生。<ー>ね。え。えー これはあんだけカバンの中探したのにで出てきたんだ終わってからびっくりしました。ええー、それはねちょっと焦るよでも先生が出してくれたいくらぐらいのもんなんだろう。いや一万ぐらいだった。<え>わお。どんな鍵？<laughs> どんな鍵使ってんの鍵？鍵ってそれぐらいする？そう相<れ>鍵とかだとえ相鍵とかなんで。ああ<ー>相鍵だったらそんなにかかんないでしょその元の鍵があれば。 スペアーキー。先生ちょっと持ってんじゃない。<あー> <laughs> いやばい、それぐらいするんじゃないですか。まあ、でもするのか。ね、それなくしちゃって。えー、でも、一応言ってくれば、えー、言えば。見つかりましたってね。怖いの、その先生は。いや、優しいんですけど、それが逆に。ああ、申し訳ない。先生のなんか、誕生日とかさ、なんか卒業式の時に先生実はこれ。 先生にプレゼントっつって見つかりましたっていう。あ、冗談っぽい言い方がいいのかな。あれは親は知ってるのこのこと。あ、親は知ってます。知ってるんだ。はい。お母さんはなんて言ってたの？え、もう焦ってて。あと何やってんのよ本当。あんたはもういつもいつもみたいな。はいそうです。でもこれ迷うけど言わなかったり言わなかったりずっと心に残りそう。ね。これどうなん？ん？ 卒業するきに、はい、こ,れこれちょっと僕がその客観的な意見なんですけど、はい、なんとなく先生の、ね、給料かからら出しててもっったなななるじゃないですか、はい、なんとなく「悪いからうちで出します」みたいな感じで先生にその分のお金を返しても悪くないんじゃないかなって気もするけど<ー>いや俺が先生だったらずっとぐちぐち言うから「<laughs> あいつのせいでよ金押しのせいでよ」ってずっと言うじゃん。<laughs> なんかうちの子が「すいません」っつってお母さんと一緒にお金を渡しに行ってもまあ鈴、ね、先生ちなみに「あったんですよ」って言ったらなんかガッハ,ッハで丸く収まんなハ<ー>でもやっぱ晴れたくないよなそう,ですよそうですねそうですねお前バイトすれば、えー、なんかいや学校でい,いい、ね、いやでもほらこのことに関しては僕のせいなんでみたいな感じでねどういうかのすけさん、うん、でもそれかかもなんか 正直に本当に申し訳ないって思ってるみたいだからその気持ちをちゃんと伝えれば分かってくれるじゃないかなって思うから、うん、秘密よりはいった方がいいかなって。はい、おあれ落とし穴もう使っちゃった？あの日焼肉のスプーン使っちゃう。ああありがたそれはしょうがない。それはしょうがないか。うん、ありがたう嬉<え>しい。その先生はじゃあもう特に気にしてないの？うん、それしても大丈ます 忘れて忘れてかどうかお前が決めたお前が分かんねえだろもしかしたらねいつもよりこのそば頼んでも天ぷらとかがのってないそばをずっと食べてるかもしれないもんねそれ先生独身あ結婚してる結婚してんだねああそうかでもまあいつかそれ正直に言って先生に今度ねお世話になりましたなんかプレゼントできるようになればねあっ分かりましたはい欲しいですか ほ<前>しいね。三かのせから言ってきたね。はい。<laughs> じゃあ、ゆっかねんおし。まあ、鍵なくしても、まあ、ゆっか、百万枚きで、だんばゆっかね。ありがとうございます。<laughs> じゃあねー。<laughs> バイバイ、はいはい。失礼します。ね、お願いします。さあ、というわけでございましたね。<laughs> はい。いや、でも、これはいた方がいい気がします。まあね、うん、先生にお礼はした方がいいよね。うん。 はい、えー、このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中です。受付メールアドレスはレコアットマークジオキューアルドットネットです。件名のところに事件簿と書いて送ってください。 電話番号の記載も忘れなくさあ放送後にはですね、実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話処理を受けた後に厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、ネタを採用された方には漏れなく番組オリジナル手帳プレゼントたくさんのメール待ってますさらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてくださいさあ皆さん <お>えー、レコメンリスナー事件簿の公開収録の応募をしましたけども、はいえー、番組は引き続き公開収録でこれね観覧したい人を募集中でございます。日日曜日時よ月曜午後3時 開演でございます<ー>場所は我らが浜松町のね文化放送12階のメディアプラスホールでございますこちらの公開収録にリコメンリスナー60名をご招待します、はい、参加ご希望の方はリコメンのホームページにある応募フォームからお申し込みくださいさらにですね読売中高生新聞の,、ね、この読者の方も60名をご招待決定いたしましたので ですからねこのよ中高生新聞読者の方は、うん、読売新聞へようこそと検索してサイトの応募フォームからご応募くださいこっちのが穴場なんですよ<ー>だこの機会に、はい、レコメンの記事とかねこのコーナーのことも載ってますから、はい、この機会にああのこうあの公読してみてはいかがでしょうかということですね読売中高生新聞とレコメンの両方の応募フォームから申し込んでいただいても問題ありません当たる確率もその方が高くないですか高いですね、えー、参加費は無料です なお、当選はですね、招待状の発送を持って、かえさせていただきます。一緒にね、みんなでね、頑張りきしたいと思いますんで。よろしくお願いします。しまし <laughs> 参加のご応募をですね、ご参加を。お待ちしております。